ハイデルベルク信仰問答1563年ハイデルベルク信仰問答は1563年にドイツの街ハイデルベルクで書かれて出版されたカルバン派の信仰問答書人間の悲惨、救い、感謝の三部からなり129問答からなる1546年プファルツ選定校フリードリヒ2世が宗教改革に際して 自分の領地ハイデルベルクでアウクスブルク信仰告白を取り入れてルター派の信仰の立場を持った。やがてハイデルベルクにプロテスタントの学者が集まり、ルター派、メランヒトン主義者、カルバン主義者、ツビングリ主義者によって生産論論争が起こった。これが信仰問答書を作成する直接の原因になった。1559年にプファルツ選定校に就任した。 フリードリヒ3世は、生産論論争を集結させるために、フィリップ・メランヒトンに相談して助言を得た後、公開討論会によって、カルバン主義の生産論の立場を取ることになった。1561年、フリードリヒ3世は、メランヒトンの弟子であるザハリアス・スウルジーヌスを再組織し、コレギアム・サピエンテアへの責任者にした。そして、 ウルジーヌスと前任のカスパル・オレビアーヌスに、信仰問答書と信仰告白の作成を命じた。ハイデルベルク信仰問答書は、カルバンやブリンガーなどのカテキズムを参考にして、ウルジーヌスが、ラテン語の草案とオレビアーヌスのドイツ語の草案を、元に作成した。1562年12月に、フリードリヒ3世は、ハイデルベルクに聖職者会議を招集して、 草案の検討と改定に当たらせて、1563年1月19日火曜日にドイツ語でハイデルベルク新興問答書が出版された。ありがとうございます。